藤原乙室は、日本の第五十代天皇、桓武天皇の皇后、平城天皇、佐賀天皇の聖母となった。父は、藤原指揮家の藤原義継、母は、安倍潤虫の娘で、正事件直お倉、安倍小美奈。山部親王のとに受代し、放棄5年8月に、ことの親王を生んだ。天皇高等広史衆照姫の御子高畑良ただし、考古学的には、 古墳時代前期の主張母とされ、伝鷹畑良古墳と称される。天皇元年4月15日には山部親王が即位して官武天皇となり、延暦2年2月5日には、無位から正三位に除される。2月7日には、夫人となり、4月には皇后方に建てられる。同4年には、阿手親王が立体死される。延暦5年には、上野親王を生む。同8年には、 高市内新郎を産む。同九年うる三月十日に三十一歳で、崩御し、高畑漁に葬られた。大同元年には即位した平城天皇により、皇太后を追造された。俗に本気によると、後世やわら園にして、美姿あり。義、女足に勘って、母義、雪のりありと記されており、乙村皇后は美しい方で、恩はなお人柄であられた。礼儀正しく、 良き母であられたという意味である。ありがとうございます。